インフラの維持持管理には長持ちさせせせるるといいう基本も欠かせません橋を叩て点検するローテクですが最近始まった取り組みなんです。国は一昨年 5年に一度は近くで点検するよう義務付けました。それまでは遠くから見るだけが主流でした。補修ということを考えたらやっぱり早めに点検してあの事態が深刻になる前に直すっていうのがまあお金的にはかからないんだと思います。ひどくなる前に少しずつ直す方が長持ちする長寿命化という考えです。 道内には3万の橋があり、これから一気に古くなります。特に市町村が管理する橋では、点検や補修に向け、予算や人に課題も生じそう。地道な対策がようやく動き出しました。インフラの老朽化は極めて幅の広い問題です。専門家は集約できる個別施設はまだしも、 ネットワーク型のインフラには厳ししい見方を示します人口が減っていっても基本的な輪郭は守らなくちゃいけないっていうようなことでまあ極論すると水道なんかで言えば管路で全部つなぐのかまあ今の水道補助はできないんですけれどもまあ給水車で運ぶのかぎりぎりで言うとそういうところまでまあ選択肢を伸ばさなくちゃいけないっていうようなことですし。